どうも、しょくんです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、ということで今日も一日やっていきましょう。よし、じゃあまず今日喋りたいことをペラペラと喋っちゃいます。明けましておめでとうございますっていう感じなんですけども、昨日の常識が明日の常識っていう感じで。ということで、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。よし、OK です。言いたいことは言えたかな。はい、じゃあ終わりです。今から編集いきます。そう、でも今12時になったので、ちょっとお昼にしたいと思います。エンザイムを取るためのキムチ、納豆、卵ですね。で、あとはタンパク質ちょっと取れたらいいなってことで、このすき家のね、肉だけいただきます。そう、昼食べ過ぎちゃうと眠くなっちゃうので、これぐらいがちょうどいいです。はい、じゃあいただきます。あー、しみるー。そうで、ここで引き続き作業してもいいんですけど、やっぱ気分転換って大事なんで、そう、今からカフェに移動してそこでまたやります。あとこれメルカリで発送したりとか、あとこれ昨日出たゴミなんですけど、これも捨てに行ったりとか、結構出かける瞬間って荷物が多いんですよ。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ簡単な雑用が終わりましたんで、じゃあ今からカフェに入ってがっつり仕事していきます。そう、めっちゃ綺麗です。はい、品川に来ました。久しぶりですね。あー、いいですね。はい、ブルーボトルコーヒーに来たんですけど、コーヒーは頼まず炭酸水いただきます。いやー、動画編集しようと思ったら SD カード忘れちまいました。なので今から帰ります。はい、ただいま。あー、これだわ、ここだわ。よし、あー、あった。いやー、あー、やってしまった。まあでも、まあそういう時もありますよね。はい、じゃあということで、今からですね、ちょっとまた気持ちを取り直して、作業をやっていきたいと思います。はい、で今動画のアップが完了しましたけども、ちょっといろいろ撮り直しとかしたりしたので、結局またこの時間になってしまいましたと、はい、いうことですね。で、まあちょっと時間が空きましたので、こちらの英会話今からやります。 Let's say when you give presents, do you usually give expensive presents? I thinkI want present, I want give experience present. Oh, expensive. Expensive present. I like what you did a while ago. You're right. It's really a good practice. Okay. Yeah, I'm going to watch the movie and read many books.Yes, because it will help you when it comes to vocabulary. Okay. All right. Thank you so much. Wow, 超美味しそう。そう、今日はちょっともう疲れちゃったので、スーパーで食材買ってきました。じゃあいただきます。うわー、で、今日のご褒美、よし、今日のご褒美いただきます。うん、うまっすぎない、これ。早い、もう10時なんで、ね、まず、まあね、ちょっとまだ残ってるタスクありますけど、ちょっと今からお風呂入ってきます。よいしょっと、最後やっていきますか。よし、A 列の合計利益のところは触れないでください。ここは計算式が入力されているので、はい、ここはもうタッチ、ドントタッチですね。よし、じゃあ今、23時22分ということで、もう寝ましょう。
よし、今日も頑張った。お疲れ様でした。よし。こうやってやるべきことをやった後に入るお布団が最高に気持ちいいんですよ。もう達成感たっぷりって感じで寝れるので、で明日も頑張ろうっていう気持ちになりますから、はい、そんな感じでやっております。で、今夜の23時半なので、もうちょっとだけあのメントレをしていきたいと思います。なんでメガネかけてるかはちょっとね、あの僕も謎なんですけど、はい、やっていきたいと思います。なので、じゃあもう あとその今日のその公私混同ルーティーンのそのまとめみたいなものはまた明日の朝ですね、ちょっとシェアしていきたいと思いますんで、今日はもう一旦寝ます。それでは皆さんおやすみなさい。まあ、一日の過ごし方ですね、仕事とプライベートでどういうふうにその織り交ぜながらやってるかっていうか、そのっていうのをシェアさせてもらいました。まあ、僕自身もあ最近どうやってるんだっけと思って、まあ、それを可視化するためにちょっとウォッチしてみたいなってことで、まあ、動画撮ったわけです。はい、でやってみたらですね、そのなんか習慣とかルーティーンっていうと、例えば朝7時に起きて、その後これやって、その後これやって、その後これやってみたいな、そういうのをガチガチに固めるっていうのが、まあルーティンだったら本当に習慣化っていうものだと思うんですね。そう、まあ、ただ僕の場合はまだちょっとその意思のエネルギーが弱かったりとか、あとは、まあ、予定を入れたりするとその予定によってそのいろいろ変わりますよね。そのなので時間帯で習慣を決めるというよりかは、なんかトゥードゥーリスト的な感じの習慣を最近はやってます。例えば朝7時にこれやって、8時これやってとかではなくて、英会話やる、トレーニングやる、あとあのビタミン取るとかサプリメント飲むみたいな、そういうのをチェックリスト的に持ってきていて、でトレーニングだったり英会話が終わったらそのチェックリストを埋めていくという感じでやってます。朝にパパパって埋めて、もう達成感たっぷりで、もう午後から自由時間っていう風にやりたいっていう感じですね。ということで、まあ、今回はその仕事とプライベートのそれどういう風な流れでやってるのかっていう、その公私混同ルーティンっていうのをちょっとシェアさせてもらいましたけども、いかがだったでしょうか。はい、まあ多分この動画配信されるのが夕方の18時で、多分皆さんこう疲れた状態で、なんか今日ゆっくりしたいなって気持ちでこう僕の動画見てくれてると思いますので、ちょっとでもなんか面白かったですと、ちょっとでもなんかリラックスできましたと感じていただけた場合は、グッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。はい、ということで、今回は以上です。まあこんな感じで、ちょっとずつね、ブログスタイルも増やしていきたいんですけども、そう、僕寒い時全然動けないんですけど、春になってきて、ちょっと活動的になってきたら、そのブログの、まあ、いろんな場所行ったりとか、いろんな絵を撮りながら、それを皆さんにお届けして、なんか少しでも笑顔になってほしいな、心を軽くなってほしいなというふうに思います。そうなので、まあこれから春になってきて、ちょっとずつその動画の質とかも上げていきたいと思ってますので、ぜひ楽しみにしてくれたら嬉しいです。あまり期待しないで楽しみにしてくれたら嬉しいです。はい。ということで、今回は以上です。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。